こんにちは、ひとひかりです。最近ね、暑くなってきてそろそろ冷房の時期かなって感じなんですけど、ハムちゃん用のアルミプレート売ってますよね。あれ700円とか800円とかしてちょっと買おうかなって迷ってたんですけど、セリア行ったらね、いいもの見つけたんで今日はこれを試したいと思います。何かっていうとね、わかるかな、プリンカップなんですけど、アルミなんですよね。だから普通になんか冷え冷えプレートみたいなやつと一緒なんですよね。でこっちはね、固形燃料用の受け皿、こっちの方が分厚くていいんですけど、こっちはねアルミニウム合金って書いてあるんですよね。だからどっちがいいのかなって分かんなかったんで2つ買ってきました。アルミのプリンカップは材質アルミニウムだけですね。これ薄めでね、ちょっとちっちゃめなんですけどいい感じですね。こっちは分厚くて、こっちの方がね冷えるかなって印象はありますね。まあどっちが好きかわからないんですけど、2つ買ってきました。ブーちゃんとね、モンちゃん用にこれを検証してみたいと思います。こっちがアルミプリンカップですね。材質はアルミニウムだけで7ミリかな、厚さは 3.4 センチでね、ロボちゃんはちゃんと入るかなって感じで、モンちゃんは微妙ですね、入れるかどうか。一応買ってきました。でこっちが固形燃料の受け皿の方ですね。こっちは合金って書いてあります。こっちサイズ、あこれ直径か、直径6センチですね。でこっちが7センチだったかな、そうですね。こっちの方がちっちゃいんですけど、厚めでね、冷える効果は高いのかなって感じました。まあ、両方置いてみてどっちがいいか検証してみたいと思います。もんちゃんね、最近暑そうでこういう風に横になってね、ベターって階段の下にいるんですけど、どうかな。やっぱね、蓋開けると起こしちゃいますね。申し訳ないんですけど協力してもらいましょう。プリンカップ置いてみますか。うお、あぶねー、あぶねー、こわあー危ない、本当に怖かった。はあ、本当にこれがあるんでね、もんちゃんは気をつけなきゃいけないんですけど、このね受け皿の方も置いてみますか。いやー、冷え冷えの検証がいつも通りの凶暴の動画になっちゃう。ちょっとね、吹きが甘かったな、水滴がついちゃってるけど。このまましばらく放置してみて検証してみようかな。理想はこの中でね、うずくまってもらうのが一番いいけど、早速興味を示して。もんちゃんにはちょっと小さかったですね。舐めてる。プリンカップの方がいいかな。見た目もいいし、シンプルでね、損なわないかな、インテリアを。本当に怖かったな、さっき。トイレしてるし、まあ起こした僕が悪いかもしれないけど、しばらくね使ってみてこれがどうなるか検証しますね。まったく、最近はね瓶の中にいることも多くなりましたね。ハムケツ。じゃあね、ブーちゃんの方にも置いていきたいと思います。ブーちゃんもね、お昼寝中ですね。
こうやってここら辺に置いといて、どっちに入ってくれるか、どっちの方が好きかな。やっぱこっちはいいかな。なんかこっち見た目が悪いですね。まあハムちゃんの好みなんで、しばらくね放置します。